とあなたは受験する前にそもそも高卒の資格を取らなきゃいけないので高卒認定試験の過去問解きたいと思います。はい、クルントフィンドフィットアイゾンゾンリッシュ。はい、始まりました。アマチュアチャンネルです。さあ、はい、こんにちは、田中ルナです。はい、ということでルナさんがやってまいりました。なんとあなたは受験する前にそもそも高卒の資格を取らなきゃいけないので。そうでございます。はい、ということでこのね高卒認定試験今買ってきましたけど、なんたってさ過去問だかわかんないけど参考書かなんか送られてきたらぐちゃぐちゃになってるんだもん。なんか選択しちゃった。参考書を選択する人間がいるの。いやマジでもう鬱入ったもん。ガコンってなんか洗濯機から落としたけど、うん、これたんかな大丈夫かと思って無視して勉強してたら、うん、わこの問題わかんない、どこ行った教科書たち参考書どこ、うん、え待って洗濯物かなとか終わってたから覗いたらもう洗濯機わやえぐかった。そうわや洗濯機わやなんで、はい、ひどい。そうなんでよかった。北海道の人です。はい、はい、しょうがないから買ってきたんですけどね今。ありがとうございます。どれぐらいできるのか英語、まあ、勉強はしているということなんで高卒認定試験の過去問解きたいと思います。はい、今買ってきたんですけど、まあ、ネット上にあったやつは去年と今年のはなんかね問題が表示されてなかったので、なんで2年前のから問題があったんでやってみましょう。はい、すごい簡単なんですけど多分わかんないかな。すごい簡単。はい、昔のセンター試験ですね。はい、もう出題形式は共通テストです。共通テストとはだいぶ形式が違います。昔のセンター試験にあった形式がいろいろとあるって感じですね。マーク番号ですこれなんていうの、マーク番号、マーク式ね、マーク式。あ、そうそうそう。はい、これやってみましょう。まず大問1、意味が分かるのか分かんない、はい、1から3までの対話において下線を引いた語の中で最も強く発音されるものを選び、それぞれ1から4のうち1つずつ選びます。そうです、強く発音するものを選ぶんです。え、1個だけ選ぶってことでしょ。そうです、1個だけ。どこを強く読むかが問われてます。もう、マム Do you know where? あなたアイドルやってたんでしょ、顔映らないでやるって。じゃあ、いきますよ。ちょっと頑張ってください。マム大ファンです、誰なんですかみたいなのが来てましたよね。え、嘘、これ超タイプです、誰なんですかみたいなコメントも来てた。あ、いきます。あ、いきます。マム、Do you know where my phone this? Where is or this って言うの、あなた。Is where I say it in the living room. I checked there to...バット I couldn't find it. How about the kitchen? これキッチン。あ、そう、キッチン読めただけでも、はい、キッチン、これだいぶ前の動画ね、うん、鳥小屋だったから。そう、前もね、ってことは How about the kitchen? これ読んでしょ、どう考えて。なぜ、どこは強く読まれるかですよ。なんでそこは強く読まれる、強く読まれる理由です。なんで How about the kitchen?そうやって解く問題じゃないんだけど、疑問文は、疑問文だから強いとかそんな理由ない。え、意味は何ですか。キッチンについて教えて。違うの。え、だってアバウトって何々についてじゃないの。全然違います。 How about ってどういう意味ですか。 How about、 How about なんかやったんだよな。 5H、 あ、 5WHH の話しますね。はい、どうですかって意味です、ね、どうですか、キッチンどうですか。そう、だからキッチンは、うん、あ、そっか、そもそも最初のやつがわかんないですか。マム、Do you know where my phone is ってどういう意味ですか。私の携帯どこ、うん、知ってる、マム、うんうん、はい、ママはお母さんですよ。あー、お母さんマムね、うん、I saw say saw です、これ I saw, I saw 海、違いは C でしょ、それは。I saw it in the living room にで見たよ。そうですね、見たですね。 C の過去形ですよ。そうは、はい、ED じゃないんだ。 I check there、 私はチェックした。 there、ね、はい、there、 そこで、そこはチェックしたってことですね。つまりどこですか。バット、でもリビングルームね、はい、見つからなかったよ。そうですね、フィンドじゃないですよ。え、フィンドじゃなくてファウンド、ファインドですね。ファウンドは過去形ですよ、もうそれ、はい、そうなんだ。で、文脈があって How about the kitchen。 じゃあキッチンは、そう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 、おー、だキッチンは探したのって意味です。チキンはチェックしたの。Have you checked there? あ、なるほど。だから強調するのはどこってことです。この。あ、そういう話？はい。そういう話っていうかそういう問題です。え、じゃあキッチンじゃない？そうです、キッチンです。だからキッチンは見たのって言ってるから、だからキッチンが強調されるよねって、そういうこと。これ絶対英語じゃなくて日本語が難しいよこれ。日本語は難くないけど、はい、そういうことです。だからそういう問題です。これ昔センター試験にあったタイプの問題ですね。まあ、でも合ってたってことだな。はい、
文教生ってやつですね。はい、うん、じゃあ次か、はい、Do you know Mr. Suzuki? I took his English class last year. English class? I Zoguchi. He was… いや、これなんだっけな。 He was a math teacher. Oh! Maybe. Maybe. Maybe I'm talking about a difficult… different.もう典型ディフィカルトとディファレント間違っちゃうやつね、はい、ディファレントパーソン、パーソン、はい、人や、はい、これ人ね、はい、で人だよ、答えほらもうこんなの秒で全部解いていかなきゃいけないやつですけどねこれね、はい、イングリッシュクラス、これはなんだっけ、 なんかね ABC のやつね、変わってくやつと、なんとかなんとかバイボートボート的な、え違うっけ、 I thought ね、はい、 I thought じゃないからねI thought think の過去形ですよ、もう、うん、はい、じゃあどこが強く読まれますか。 Yes, I took this English class last year. 去年英語のクラス take took took 的な take って何の take、 これ鈴木知ってる、鈴木去年のクラス English 英語のクラス、さあどこを強く読みますか。強く読むところ、強く読む単語があります。どこ、彼は数学のティーチャーだよっていう話だね、数学の先生だよ。なんで Do you know… あなた、ミスター鈴木知ってる、知ってる、イングリッシュ先生だよね、イングリッシュクラス、違う違う、数学の先生だよって言いたいんだよね、はい、だからってことは3番、マッス、はい、そうですね、数学っていうね、だから英語に対して数学っていう対比になってるわけですね、だから強調するわけです。日本語が難しい、だ He was a math teacher ですからね、そう、math っていうのを強めるわけです。イングリッシュじゃねえよっつって。そういうことか。そう、だから新情報とか対比してる情報っていうのが強く生まれる。今ちゃんと知っておかないとダメです。あなた解くんですからこれ本番で。新情報と対比情報っていうので対比とか知ってます？そうそうそう、対比は、ま、否定。対比は否定じゃねえ。比較だよ。比べるだよ。対立の対に比べるで対比。比較ね。はい。I haven't seen you ラ。ラテ I haven't ラテは soon、 これはシーン、さあ進んでください、はい、そして I was absent from work for 3 days. Where are you sick? Sick じゃあヘルスやな、 sick って、ね、病気はですけど where じゃないですよ。あなたは病気？ No, not me. Daughter? 私の兄が病気。マイでしょこれ。うん？違うね。すごい、弟って言って。あ、父。父って書いてる感じが恐ろしい。ちょっと弟かなんか兄にしとこう。さあどこが強くなりますか。さっき先生で先生じゃなかったじゃん。数学の先生。じゃあこれは2番じゃないの？なぜかというと。兄貴だから。僕じゃなくて。うん。そういうことですけど、まあだから2で合ってますよ、2で合ってるけど、ドーターは兄でも父でも弟でもない。ドーターって、え、いや、あ、ブラザーか、ドーターわかんないって、ドーターですよ、グランドマーザー、なんでドーターがグランドマーザー、グランドマーザードーター、え、ドーターってなんだっけ、グランドマーザー、あー、もう中学校、小学校英語から遠慮してください、ドーターは小学英語です、え、ドーター、ドーターは娘ですよ、娘はい、娘です、ということで、こんだけ簡単なんですよ、でもこんなに時間かかっちゃ終わんないですよ、はい、よしよし、ということでした、はい、すごい能力でした、果たして合格できるのか、他教科もあるんですからね、で、あの高卒認定試験、一応地理総合と歴史総合は取り終わってましたね、と言語文化、言語文化となんかさ、国語、現代国語、現代国語、これって国語ダメですよね、分かる方、単位にならないよね多分ね、多分高卒認定取らなきゃいけないですね、なんか8科目みたいなのは見て分かったんですけど、高卒認定って言って私何も詳しくないので、どうしなきゃいけないのか、公共とかね、はい、理科科目とかどうやって取ったらこの方は受験できるのか、大学受験できるのか、情報をください、はい、よろしくお願いします、ということでございました、はい、ご視聴ありがとうございました、 Thank you for watching。